今日똑같이 東京ウエストさんで1299羽川原 S って言った方がいいのかな、もう初めて見ました。ちょっとフロントマスクが少し変わったかな。よいしょ。やっぱり大きな違いは日本用の日本出しだね、ジャパニーズモデルのね、あのツーマフラー。まあ昔前の1199の一本出しより私はこれ非常に好きだな。これで170馬力以上出てるしね、いいと思うよ。よいしょ。電子制御のフロントフォークと、日本出しでもいいんじゃない、すごく。それでね、こいつの新しい R の方なんだけど、そいつは70馬力に抑えられてるけど、あのミッドシップマフラーのまんまなんだって。でさっきと走るときはフルパワーできるという感じらしいね。さっき話を聞きました。まあそういうことでいいんじゃない、パニガーで。